声優になりたい。アナウンサーになりたい。イケメンになりたい。芋虫になりたい。何でもなれる。子供アニメ声優教室。子供アニメ声優教室、好きこそものの上手なれ。この時間は子供アニメ声優教室の DJ アスカ、中学2年生がお届けします。本日のゲストはアリシュイチ。よろしくお願いします。お願いします。夏も近づいてきて、だいぶ雨が多くなってきて、たまにね、体育が潰れたりすることもあるんですけど、アリさん、何の天気が好きですか？やっぱり晴れが好きです。あー、なるほど。やっぱ晴れいいですよね。晴れが好きかな、やっぱり。それでは本日のトークテーマは新水部女子です。わーキャーン、気持ちいい。でも私も吹奏楽部なんですけど、アイリさんも吹奏楽部で、同じ水部女子同士ですよね。それでちょっと後輩としてね、ちょっと先輩が厳しくちょっと質問していこうかなと思います。まあ結構そんなもうなんかガチガチになんかもう全部できてるよねみたいな感じで、そんな怖い感じはやんないんですけど、まあちょっといろいろとアイリさんの吹奏楽部でどんな感じにやってるかなーっていうのをちょっといろいろと聞いていこうと思います。それではまず、まあ一番みんな気になるであろう、楽器は何になったんですか？まだ正確には決まってないんですけど、ホルンをやりたいなと思ってます。おお、あ、まだ決まってないんですね。はい。あ、ね、やっぱまあでもホルンってなんか結構なんか難しそうなイメージがある。ていうか、渋いなんか。ちょっとホルン奏者の人でちょっと失礼かもしれないけど、あんましなんかホルン第一みたいな人はあんましうちの吹奏楽だったら見かけなかったかな。珍しい気がする。ではちょっと、いやそれが気になるので次の質問で、なぜその楽器にしたのか。吹奏楽に入った人が今年少なくて、うんうん、もう決まった楽器しか入れなかったんですよ。あ、そうなんですか？で、その中で、あ、はいはい。あ、クラリネットと、はいはい、ホルンとトロンボーンぐらいしか入れなくて、なかなか。その中で弾けそうだなっていうのが、ホルンしかなかったので。豪華な選択肢な気もするけど、クラリネット、トロンボーンは余ることはあんまない気がするけど。うちの水部結構クラリネット、トロンボーン人気側だったの。オーディションもあったし。お、すごい。そうだったんだ、うん、すごい選択肢の中ホルンを選んだわけですね。なるほど。まあホルンもホルンで、まあいい楽器っちゃいい楽器なんで、結構支えてくれるありがたい楽器なんで。じゃあ少ないと聞いたんですが、何人吹奏楽部に入ったんですか？4人です。4人。おお、なかなか少ない。あれ、先輩とかは、何人いるんですか？先輩とかは、13、4人ぐらい。ああ、なるほど。あ、2年、3年合わせてですか？はい。はあ、そうなんだ。4人か。すごい、確かに少ないっちゃ少ないかもしれない。あ、でも。アイリさんのあれ学校は何の楽器があるんですか？ホルンとクラリネットとトロンボーンと、はい、トロンボーンとサックスと、はいはい、うん、トランペットとかフルートとか、あ、もうあった。で、あとは、ちょっと名前が飛んじゃったんですけど、ユーフォニアムか？ん？なんだろう。打楽器とかを弾くやつもありますし、パーカッションもありますし、あ、結構ある。すごい。そう、結構種類はあるんですよ。
チューバとかあるのかな、どうなんだ。チューバは少ないかな。やっぱお高いんだよな、あれは。あれ70万とかするとこはするしな。いやー、でもだいぶありますね。でもそれの、なんかやっぱ、他の、なんか、人気な楽器とかやっぱあったりしました、なんか。人気な楽器は、あんまり、なんか、吹く楽器が人気じゃなくて、はいはい。なんか、叩くとかの方が得意な子が多かったので、まあ確かにちょっと慣れませんもんね、普通なんか。あんましワースピース使って、うーってなんか唇震わせるってこと自体やんないから。そうだったんだ。うちのとこ真逆なんだよね。みんなトランペットとかサックスとか行くから。パーカス全然だったよ。むしろ余り枠だった。いやほんと全然。あ、なんか体験入部やっと2人来たかぐらいの感じだった。うん、全然。じゃあ、アイリさんはあれ、体験入部で何の楽器吹いたんですか？入れるのは4つしかなかったんですけど。あ、そうなんだ。金管楽器や、ほぼサックスとか以外は全部回れました。へぇ。あ、サックス回ってなかったね。サックスは回らなかった。サックスそもそも金管じゃないよ。そうそう。草金管じゃなくて木管なんだよね。木管か。あれなんで本当に、なんであれ木管なんだろうね。意味わかんないとうちも思ってるよ。本当に見た目めっちゃ金属だよね。あれおかしいなって思いながら、あれ木管っていう、まあ、めちゃくちゃ紛らわしいね。多分なんだっけな、金管は唇を震わしてやるもので、木管は唇を震わせないものみたいな、そういう分け方だったはず。まあ、サックスうちのとこだいぶ人気だったからな。あ、でも、金管全部回ったんですね。はい。その楽器の中でなんか一番難しかったな、みたいなのありました？トランペットが口の形が難しくて、吹きにくかったです。ちっちゃいもんね、マウスピースも。確かにトランペットは難しいなって思うな。私もドレミファソラシドはできたけど、それ以上とかはちょっとみたいな感じ。難しい。そもそも金管マウスピースちゃんとなるのがすごいね。あんましあれならない人の方が多いんだけど。じゃあ、まあなんかそのホルンとか、まあ何でも、なんか楽器を使っていつか吹いてみたい曲とかあったりします？ミセスグリーンアップルっていうバンドが好きで、その曲の、はいはい、青と夏とかなんか入ってた気がするので弾いてみたいなって思います。いいですね。それアイリさんが吹く姿ちょっと楽しみにしようかな。プレッシャーが。まあなんか演奏会とかあったりするときとかに、なんかリクエストとかで、なんか1年とかでも、なんか、あ、この曲やりたいですみたいな、なんか軽い、まあちょっと意見とか言えるときとかもあるだろうから、そういうときあたりにちょっと狙って青と夏行ってみるとありかもしれない。それではもう時間なんですけど、まあとりあえずコルン楽しそうでよかったです。まあこれからいろいろとちょっと苦労とかもあるだろうけど、頑張ってください。頑張ります。吹奏楽部はちょっとまあ大変っちゃ大変なので、ね、なんか楽ではないんですよね。それでは皆さん、さようなら。さようなら。うるさい。静かにして。落ち着きなさい。そんな人が褒められる。子供アニメ声優教室。